主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておぼれき、パーソナリティのケリーです。宮崎です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おぼれき第100回でございます。おー、記念すべき100回ですか。よくやってますね。何年？2年です。2年ちょいですね。はい。2年で100回ですか。はい。すごいね。皆様に愛されて。そうですよ。2年、100回を迎えました。皆様あっての100回。ありがとうございます。まあ100回、テーマ的には約100個テーマ、まあ前後編とかあるので。まあ、とかね、お便りテーマ、お便り特集とかもあったりするので、100個のテーマではないんですが、まあ、100近く。前後編は1、2って数えての100回ってことですね。100? あのね、そうしてる時もあるし、そうじゃない時もありますので、ややこしいんです。はい、さあ、水口さん、この過去100回の放送で、一番印象に残っているエピソードはありますか？そうですね、なんだろう、最近のが結構好きだけどね。え、大阪万博とか？いやいやいや、まあ、万博も良かったけど、まあ、なんか昔聞くとなんかたどたどしいというか。そうだよね、僕はもともと別の番組でポッドキャストやってるから、まだだけど、水月さんは2年前僕が無理やり巻き込んで始めてみたもんですからね、まあ、最近のはなんかね、それなりに息も合ってきたかなみたいな。そうですね。僕ね、個人的にね、気に入ってるのはね、ゾウさんシリーズ、ゾウと日本、ゾウ列車とか、ああ、ナウマンド、そうそう、あのゾウさんとか、あれちょっと個人的に気に入ってるのと、あとちょっとこれやって燃え尽きてなんか楽しんだのが妄想大河ドラマ。ああ、妄想大河ね。持統天皇がちょっと面白かったなというのがありますね。で、100回をですね、記念してですね、またおもれきグッズを、あら、証拠にもなく、はい、作ってしまいました。へ、今回はですね、何？ステッカーを作りました。で、あの番組 の, あのアートワークっていうんだけどね、あのうちの番組の表紙みたいになってるのの、はい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 、あの上に赤く四角、右肩にね、ある赤い赤く四角で「おもれき」で、はいはい、真ん中に主に日本の歴史のことを話すラジオというところがあるんですけども、あれをステッカーにしました。いや、ちょっといいですよ。イラストレーターの島さんが作ってくれた、イラストに、イラスト、これもイラストになるのかな、あれも全部書いていただいてますね。絵も書いてもらったところの、文字の方だけ今回は、ステッカーにしました。いや、すごい、なんかラジオっぽいじゃんね。ただね、その FM 放送とかで配布してるステッカーではちょこっととクオリティがお粗末なんですが、何のクオリティが、ちょっと雨とかに弱いの。ああ、紙質の問題。はい、はい、あのね、紙質はね、あのビックリマンチョコのあのアトマシールキラキラじゃない、はあ、あんな素材な感じ。なんだ、せっかく車の後ろに貼ろうかと。ちょっと冷蔵庫とかテレビとかに貼ってもらった方が。ガラスのじゃあこう内側から貼れるね。あ、そうですね。あのちょっと外に貼りたい方は自分であのコーティングして、あ、ラミネートとかして、ね、見たですね、あ、ください。よく貼ってるじゃんね、車の後ろに、ね、で、ね、実は大きさ2種類あるんです、うん、5センチ四方と、これが大きいのが5センチ、はい、違う、大きい方が、いのが小さいのが1.5センチの5センチ、5センチ、はい、で大きいのが、10センチ、あ、倍ですね、はい、はい、小さい方だとね、僕スマホの後ろに、ああ、スマホの後ろ、はい、へへへ、で大きいのはちょっとパソコンなんかに貼ろうかなみたいな
パソコンとかノートとか、ね、表紙とか、はい、タンスとか。タンスもいいしね。本棚とかカラーボックスの横とかね。そうそうそう。これリスナーの差し上げちゃいますか。差し上げちゃいます。すごい。はい。で大奮発100名様。そう。はい。マジで。はい、100名様にプレゼントします。で、大小ワンセット。あ、2枚組ね。2枚組。はい、で、ちょっと紙質が脆いかもしれないので、はい、基本はワンセットですが、もうちょっと多く欲しいって方は、最大3セットまで。貼り替えを。はい、貼り替え、保存用。針用、保存用、普及用、はい、最大3セットまで用、ね、はい、プレゼントします、うん、はい、何にもメッセージない方は1セット、ね、ね、大小1セット、はいはいはい、で、2つか3つ欲しいって方は、そういうふうに連絡してください、うん、おもれき宛てにですね、番組の感想と合わせてステッカー希望と、何ツイッターとかに、ツイッターとかいつものおもれきめの番組宛ての、メールの方に、ステッカー希望と書いて、連絡ください。あと送付先、そうですね、住所とお名前を明記してもらわないと送れないですね。はい、以前の缶バッジをあげた時の方のももう、データがないので、あ、そうですね、はい、改めて、今回、はい、はい、連絡先を教えてください。いや、ちょっといいですよ、なんか。なんかね、できてね、来た時。本物っぽい。本物なんだけど。いいと思った。うん、で、僕、最初、これを作ろうって言ったのは、みなずきさんの提案なんだけど、うん、ここだけ切り抜いて、ステッカーにするの、うん、って思ってたの。でも、うるさいから、そういうふうに、ちょっと、島さんに頼んで、手直ししてもらって、うん、で、注文とか僕は全部やったんだけど、はい、出来上がるといいね。そうでしょ。これ違う色があるといいかもね。ああ、なんか、うん、まあいいや、はい、うん、まあ情熱の赤、今回はそうそうそう、ね、いいですよ、うん、はい、これはなんか画像とかちょっと上げてあるんですか。上げてない、今のところ上げてないですが、ちょっと上げようよ。ツイッターの方で、写真見た方がいいと思います。見たら欲しくなりますよ、きっと。そうですね、うん、シンプルでいいね。そうそうそう、いいよ。しかもおもれきって絶対わかるしね。そうで、ケリーさんは、スマートフォンの背中に貼ってありますので、バッチより目立つね。あ、全然目立つ。バッチわかんないもん、遠くで見たら。だからこれで見ると、あ、おもれきリスナー、これはいよいよどっかで会う確率がぐんと、コンタクトがあるかもしれないよ。見つかる確率がぐんと上がりますのでね。そうです、はい、ご希望の方100名まで、100名、はい、先着100名、はい、うん、よろしくお願いします、はい、さて、記念すべき100回ですが、何しゃべる、今回は、うん、メジャーなテーマでいきたいと思います。前は50回は聖徳太子でしたね。はい、うん、聞いてる方は表題見たら分かっちゃうので。あ、そうか。こう、もったいぶっても大した意味はないので、聞いてもしかない、はい、はい、今回は織田信長を、またメジャーな、超メジャーな、ど真ん中ってことですね、はい、ですね。さあ、やってみたいと思います、うん、織田信長は1534年、うん、尾張の守護代の一族に生まれた、うん、お武家さんですか。いや、そうですね。お武家さん。守護代だから守護じゃないんだよね。そうそうそう。これ下克上で織田家ってのし上がってきたの？まあまあ、そうですね。まあ、芝家だっけ。ああ、終わりの守護は。あ、そうなんだ。うん、芝ってあれでしょ、慣例やる、ね。そうそうそう、名門のうちですけどね。要するにほら、応仁の乱の後、はい、よくある話。守護なんて、ずっと室町幕府の京都にいるから、はいはい、現場では全然力がないから、
うん、うまく千葉子がなくなっちゃうと結局ずっと現場にいた守護代の方が力を持っちゃうっていう、なるほど、まあ、典型的なパターンですね。信長のお父ちゃんが信秀さん、うん、おじいちゃんが信貞さん、はあはあ、で信長のお母ちゃんがドタドタドタ、あ、ドタゴゼ、ドタゴゼ、土田って書いてある、ね、なんであれドタって読むんだろう、なんですかね、あの辺りにそういう地名とかないの、いや心当たりないですね、あ、本当に、はい、うん、で、そういう信長ですね、うん、まあ大河ドラマの戦国ものの常連中の、まあ避けて通れないし、ね、常連ですよね、うん、こうドラマ映画なんかで信長を演じた俳優さんって、うん、最近女性まで出てきますからね、うん、なんかこう戦国武将が最近ギャル化してて、はあ、織田信長とかっていう意味が分かる言うんだ、そういう、まあちょっとなしね、はあ、こう印象に残っている信長を演じた印象に残っている俳優さんとかってあります？あの人渡里哲也は何だっけ、秀吉の時の、あ、そうそう、竹中直人の秀吉、あの秀吉も結構好きだったんで、僕誰だろう、この前のあれもよかったな、あの豪の時のお豪ちゃん、反町隆史、違うあの人、誰だっけえ、官兵衛の時、違う豪の時は反町隆史だよ、嘘、そうだよ、あ、違うよ、あの人、違うなんだっけ、あの人、反町隆史はあれか、前田利家の時だ、であるかって言ったんですか、うんうん、あ、そうそう、前田利家だ、そうだ、誰だっけ、あの人、江口洋介、違う、顔分かってんだけど、なんだっけ豊川悦、あ、そうそう、豊悦だ、そうそうそう、 あれ結構好きかな、最近のやつばっかり、僕ね、なんだろう、誰、顔つき的には良、うん、かったなって思うのは、あの清須会、映画の清須会議の、ああ、三谷幸喜の、はいはいはい、あれの、あの、ひで、あれ、ごめん、あれ、秀吉、ごめんなさい俺秀吉が頭に浮かびましたね、秀吉は大泉、ね、そうで、うん、信長だ、あれ信長誰だったの、いや出てきません、あ、出ないか、なかった、生前の姿も出ないの、あったけどそんなメインのキャラです、あれ誰だろう、なんかね、尾形だろうが違うな、誰、役所広司、役所広司の信長、徳川家康の時は役所広司が信長だった、どの徳川家康、だから徳川家康っていう大河ドラマあったでしょ、あの人の、あの滝田栄の、あの時役所広司なの、うん、へえ、何だろう、信長で印象あるのってなんだろう、意外と良かったのは、あれ、誰、あの天地人の時やってた、天地人ってなんだっけ、あ、上杉の、あの名古屋兼続の時の、あのモニカの人、モニカは誰だっけ、あの人だね、うん、あのキッカー工事、キッカー工事だ、うん、意外と合ってるって思ったけど、変な、うん、変な人物、信長って、うん、っていう印象があるの。あ、そうなん、ちょっと仕事柄思うんだけど、はあ、信長っておかしいよね。こうなんかコミュニケーション障害、はあ、コミュニケーションなんかそんな上手じゃないのかなって思うの。で、あ、実際発達障害みたいなのあったんじゃないかって言われてんのよ。あ、まあ今日的から見れば、うん、あ、まあそれはそうかもしれない。だからそういう、逆にそういう人ってカリスマ的な才能を持つ人っていらっしゃるので、うん、おかしくないのかなとは思うんですけど、変わった人なのかな。で、そうかな。でもなんて結構その
社長ワンマンの会社にはよくあるタイプなの。仕事にはすごく厳しいけど、結構ね、やはそのプライベートであったりとか、その弱者女性であったりとかには優しいみたいなね、優しい、そういうのはあるみたいですね。うん、ルイス・フロイス勉強しね、はい、ルイス・フロイスによるとですね、信長はですね、中くらいの背丈、うん、で華奢な体格、うん、だからちょっとほっそり系、うん、髭は少ない、うん、甚だ声は快調、うん、どういうこと、うん、綺麗な声してるのかな、まあ、そうなんですかね。極度に戦を好み、軍事的修練に勤しみ、名誉心に富み、正義において厳格な人だった。で、睡眠時間は短く、早朝に起きてたそうです、うん。年寄りみたいですね。で、わずかが、家臣の中言にしか従わない。うん、だから、やっぱ好き、人付き合い難しいんだよ。まあ、立場上言える人って少ないからね、信長に。でね、食生活は酒は飲まない。あ、で、食を摂取って書いてあるけど。うん。粗食なんだね。ね、僕みたいですね。で、日本のすべての王侯を軽蔑、うん、しているそうです。で、神及び仏の一切の礼拝尊数、うん、並びにあらゆる異教的戦木や、うん、迷信的習慣の軽蔑者でもあった、うん、この辺があれよ、なんか自分が神だって言ってくるやつなのかな。まあまあまあ、これはね、あくまで外国人の宣教師の目線なんで、彼のキリスト教的な価値観からっていう話なんで、うん、ルイス・フロイスによると自宅は極めて綺麗だった、うん、で、お話しするときはダラダラした前置きが嫌い、僕なんか前置きだらけなのにな、うん、前置き9割で本編1割ぐらいしか喋らないのにな、ひどいですね。はい。で、信長が格別愛好したのは著名な茶の湯の器、うん、馬、お、刀や剣、鷹狩りが好きだったそうです。うん、で、こう宣教師の人たちがこう贈り物とかをしますが、うん、贈り物の中で気に入ったものだけを受け取るんだって。で、気に入らないものはいらない。いらないっていう。いらないというか、まあ、あっても邪魔だしみたいな感じで、結局いらないと。はあ、断ってるそうですよ。欲しいものだけ。だからその中にあれだよね、あの、地球儀とか、よくドラマでも出てる。ああ、よくありますね。そういうのがあるみたいですね。うん、で、僧侶、天卓、天差は何？僧侶。ああ、僧侶、ああ、はい。モンさんの名前ね。はいはい。天卓で言いますですかね。お天道様の天に。花沢の沢ですね。はい。うん、信長公は毎朝馬に乗られ、鷹狩りにもしばしば行く。うん。鉄砲、弓、兵法などは、ちゃんと指導する先生についてもらってやってた、うん、趣味はバイト小歌だそうです、うん、でその中でも熱盛が一番有名ですね。お好きですね、うん、なんだっけ、あの人生50年うんたらかんたらってやつ、出てんのうちに比べれば、うん、だなんだって、はい、で、他にもまあいろんなこういう記述があるんですが、信長は自信家でありながらも世間の評判を重視しており、常に正しい戦であると主張することに不信していたという公家の日記があるそうです、うん、で、あとさっきも出ましたが、女性に対してとか、うん、そういうのもね、自分の妻を尾張に残して岐阜に単身赴任してきた部下を叱ったり、うん、秀吉夫婦の夫婦喧嘩を仲裁するなど、
家庭内での女性の役割を重視した言動が多く残されているそうです。うん、で、あとね、ちょっと僕が気になったのが、うん、まあ、信長って美濃とか尾張に、が拠点じゃないですか。そうやね。で、よく京都にも行くわけじゃないですか。うん、で、美濃と近江の、国境近く、まあ、関ヶ原のあたりですね、うん。そこにね、山中の猿と呼ばれる、体に障害のある男が、街道沿いで乞食をしていたそうなんですよ。ほうほうほう。で、まあ、行ったり来たりするたんびにですね、信長はそれを見て哀れに思ってたそうで。うん、で、天正3年6月、信長は上洛の途上、山中っていう地区かな、今でいう村か、の人々を呼び集め、木綿二十反を山中の猿に与えて、これを金に変え、この者に小屋を建ててやれ。また、この者が飢えないよう、毎年麦や米を施してくれれば、自分はとても嬉しいと人々に要請した。山中の猿本人はもとよりその場にいた人々は皆涙したという。ということで、優しいおじさんなのかな、うん、なんか。仕事にはシビアなんで。そうだよな。うん、自分の間違いが明らかになった場合には素直に認めて反省する一面もあったと。へえ。で、身分にこだわらず、庶民にも分け隔てなく付き合い仲が良かった、いろんな人とも仲が良かったなんていう話もあるそうです、うん、でやっぱこう武士っていうのはちょっとこう修道がの習慣があるじゃないですか。ああ。男色同性愛ね、はい、うん、まあ、当時は武士の中では割と一般的であって、信長は前田利家がお相手だったみたいな記録があります、うんうん、あれじゃない、森蘭丸じゃないの。あ、まあ、後にね、前田利家の若かりし頃の話でしょ。あ、犬千代の頃、うん、なるほどね。いっぱいこんなのを言うとありますが、でもさ、信長ってやっぱさ、ドラマとかではさ、ちょっとクレイジーな、怖い。まあそうですね、ちょっと変質狂的な描かれ方が多いですね。それはどういうところから来ているかっていうのもちょっと触れときたいと思いますが、うん、まあまず有名なのはあれですよね、延暦寺、焼き討ち。ああ。比叡山の焼き討ちか。はい。で、有名ですが、これ自身は、まあ、仏教の信仰自体を別に禁止したわけじゃなく、うん、まあ、武装化している宗教集団に対して圧力をかけた結果、うん、ああいうことになっちゃった、うん、っていう感じでいいのかしら。まあそうですね、特定のなんか宗派を皆殺しにするとか禁ずるってことはやってないよと、うん、そういうことってドラマじゃ言わないよね。とにかく比叡山焼き討ちじゃ、うん、しか言わないよね。あれでいっぱい男も子供も女も殺されちゃうでしょ。なでぎりですよ、お寺にいた人はみんな。でなんかそこに生かされたこう、うん、戦国武将の人たちが悩みながら参加するか、あ、なんだろう、光明月寺でなんか、あ、山内和太の悩んでたのなんか、まあどうせ切ってたんだろうけどね、現実はドラマで。まあまあまあね、そりゃ主君に言われりゃ歯向かうわけにはいかないし、やっぱり延暦寺ってね、当時のやっぱり仏教の中で一つの権威だから、うん、それは抵抗あるでしょうね、その普通の、その割り切った考えがある人とは違うわね、みんながみんな、ね、あと信長はね、赤ん坊の頃は非常に癇癪が強く、あ、乳首噛み切ったって、何人もの乳母の乳首を噛み切った、はははは、そんなことする？なんかこれもよく聞くけどね、後醍醐天皇もそんなことしたとか話聞いたけどね。
ほんと、あ、なんか弁慶もそうだった。ああ、なんか大体気の強い人はそうなんじゃない今でもあんのかしら。今ほら、なんか乳首カバーってあるでしょ。お母さんの乳首にカバーつけるの、うん、あ、そうなの。なんかすごい水す出ねえじゃん。いや、穴開いてる。穴開いてんの、うん、ゴムみたいなんでペコってつけるわけじゃないの。なんか効くよ、なんかすごい吸う力強いから、赤ちゃんもうその痛いっていう、ね、入院とかあの辺がもう荒れちゃって、あ、とか歯が生えてきた子でもまだ授乳が必要な場合とか、もう結構傷だらけになって結構苦痛な作業になってくるらしくて、そういう用の乳首カバーってあるそうだ。へえ、詳しいですね。仕事柄。うーん。なんかもう結構女の人聞くよ。あ、そう。はい。はい。あとですね、館内という茶坊主が不手際を起こして、これに対して信長が怒っちゃって、切り殺しちゃったっていう話とか、あとね、杉谷善十坊という鉄砲の名手が信長を暗殺しようとしたことがあったが未遂に終わりました、うんうん、でこの人を捕らえました。で信長はこの人を首から下を土に生き埋めにし、切れ味の悪い竹製のノコギリで首を引かせ長時間激痛を与え続け処刑した、うん、こんなことをやったそうです。あと長島の一向一揆の、第三次討伐では騙し討ちをやって勝った、うん、で高野山、畿内の高野山も、1400人近くを殺害した、うん、あと謀反を起こした荒木 村重の一族郎党の婦女122人を、処刑した、うん、さらに女388人、男124人を4つの家に押し込め、周囲に草を積んで焼き殺した、うん、これって官兵衛の時でやってたね。荒木村重の話はね、うん、ありましたね。ここまでなんか過激にはちょっとやって、うん、表現されてなかったけどね、あの綺麗な奥さんとか死んじゃったんだもんね。ああ、皆殺しにしてましたね、こういうことをやった、うん、あとこんな逸話もあります。次女たちが無断外出、信長がちょっとお出かけしてるときに、次女が無断外出をしたんだって、うん。で、それを知った信長は激怒し、次女たちを縛り上げた上で、すべて殺した。というのが、安土の話に、安土に話があるそうよ。うん、なんていう、こういう、ちょっと、やばい。やばい話も多いよね。でもさ、謀反を起こした人がさ、殺しちゃわないとさ、うん、そうそうそう、ダメじゃんね。今の話だけ聞けば、あくまで仕事でしかしてないよね。別に趣味で人殺しをするとか、なんか慰みもんでであるっていうのはないよね。ないですね、うん、だから時代的に当たり前って、まあまあそうですよね。そうしないと生きていけない時代だからね。下克上のようだからね。無茶はないような気はしますけどね、今の話だけだと。だから信長ってこういうちょっと怖いようなキャラクター付けされてて、優しい面の差が激しいから、こう演じるのは大変なのかな。まあだからそこもね、描き方だし。結構さ、僕印象に残ったのが、あの光明月寺の信長は舘ひろしだったんですよ。あー、あれ舘ひろしか、はい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 、あれちょっと怖い信長をイメージ。あー、うん、そうやね、ありましたね。でこの間のあの官兵衛の信長が江口洋介か、うん、あー、あったね。あんまり怖くなかった。あー、まあ、あんまり関わんないからね、うん、まあ、最後チルチルってだけどね、ありかな、うん、ってなんか強烈な印象は残んなかったな。それより内田有紀が綺麗だなって思う。お、濃姫が、はあ、うん、はい、あと信長はですね、南蛮文化に興味を持ちまして、
大木町天皇を招き招待した京都大馬ぞろえ、うん、ではビードロのマント、ビロード、あ、ごめんなさい、ビードロって言ったらガラス、ガラスでできたマント、うん、ビロードのマント、うん、西洋帽子を着用して参加したそうです、うん、で、あとですね、バリニャーノって宣教師の使用人であった黒人、うんにも興味を示して譲り受け、ヤスケと名付けて側近にしました。はいはいはい、これ黒人いるよね、信長のそばに。まあ、最近よく出ますね、ちらちら。ヤスケ、身長182センチの大男で、十人力と称されるほどの怪力だったそうです。この人ってその後どうするんだろう。いや、本能寺の辺で捕まってで、その後許されたけど、なんか行方不明って大体書いてありますね、本とかに。あ、そう、うん、国に帰ったんじゃない。黒人だからアフリカでしょ。でしょうね。すごいよ、ね、分かんないけど、まあ、どっかでね。なんかね、どれ大河ドラマ見てると、うん、突然黒人がつくようになるのよ、うん、だからこのやり取りってないじゃん、安家を譲り受ける。あ、なんかでもその場でなんかこいつくれみたいな感じでもらったんでしょ。でしょうね、うん、でドラマでそんな場面ないじゃん。まあ本筋にあんまり関係ない。おある日突然から急に黒い人がいて、 あらーってこう思ったりするわけですね。で、あとイエズス会が献上した地球儀、時計、地図などをちゃんと理解できたんだって、うん、だってこの当時って日本人が世界が丸い、地球が丸いっていうのは分かってない時代なのだけども、うん、地球儀を見て説明を受けて、なるほどって信長は理解できていくんだけど、うん、他の家臣たちはそんなの見て何言っとんのこの人たちと、うん、いうふうに言うんだけど、信長は理にかなってると、うん、で理解できたそうですね。賢いんだろうね、うん、ちなみにこのイエズス会が献上したもので、記録に残っているのがバナナ。へえ。信長はバナナを初めて食べた日本人なんだそうですが、うん、本当だと思う？気持ちしないよね。いや、でも今だってそうでしょ、青いやつを切ってきて船の中で熟すでしょ。そうだけど、うん、それでもさ、輸送時間とか今と違うでしょ。別に台湾とかぐらいならそんな船なら4、5日じゃん。ああ、そうか、うん、バナナだって。こんな、まあそう、昔からあるんだろうね。あと信長は囲碁も愛好してたそうです。うん、で、熱盛もよく回るし、あと相撲好き、はあはあはあ、中の教養もあるし、うん、茶の湯も好きだったと、うん、いうことですね。あと甘党だったんだよね。お酒あんま飲まないんだよね。うん、うん、僕全然まんじゅうと酒でいけるんですけど、うん、ね、なんかこう見るとむちゃく普通の人のようにも見えるけどね。うん、なんで信長はこれお札の肖像にならないんだろうね、こんな有名な絵が残ってるのに。お札の肖像、うん、こんな系の人でいないでしょ、お札の肖像なんか。うん、だからだったらいいじゃん。なったらいいじゃんって。さあ、さあ、ちょっと信長の人物的なことを見てるだけで、だいぶ、30分過ぎてるんですが、うん、まあ、政治ですね、信長の天下統一の話なんかは、まあ、皆さんご存知かなと。そうでしょう。尾張、愛知県と美濃をこう統一して、結構いろいろ苦労してんだよね、裏切られたりね。そうですよ。うん、なんだっけ、あれ、あれ、あれ、うん、この間、姉川通ったのよ。ああ、滋賀県。うん。姉川の合戦ってあれでしょ、朝倉さんと織田家の。うん、戦いでしょ、はい、ね、なんかあれなんかも一回負けて敗走したりね、うん、することもあって、なんでこう信長って天下統一できちゃうんだろう。
まあ、できなかったんだけど、あ、まあ、大手ぐらいで終わっちゃいましたけどね。そうですね、うん、でもなんで信長ってこんなに強くなれたの？なんか結構鉄砲、いや、まあそういうのもあるでしょうね。いろんな、まあ、軍事力とか、ね、経済力とか。人望は厚かったの、この人って。ああ、部下にはやっぱり相当あったみたいですよ。その信長カンパニーの、うん、にちゃんと入れた人は、うん、結構大事にされてたの。そうそうだ、本能寺の辺は言わない方がいいのかな。本能寺はね、また次回やりますので。でも、まあ、まあ、サクッと本能寺の辺の時なんかも、光秀はやっぱり自分の部下には信長を打つってやっぱ言えなかったって。あ、他の、うん、他の庭さん、部下はやっぱり信長に対する思いっていうのはやっぱり別なんで、 あえてその直前まではやっぱそこは言わなかったっていうから、お、うん、やっぱり家臣にとってはやっぱり自分の仕事はちゃんと評価してくれるいい人なんじゃない。おそうなんだね、うん、なのに、まあ、やっぱり場所がいいよね、やっぱり愛知終わり、それこそね、なんかその武田信玄とか毛利とか上杉とかあるけど、やっぱり絶対的に真ん中から遠いっていうのは不利なんで、ね、やっぱり経済的にも軍事力でも技術でもやっぱりね、中央を抑えれるっていうのは一番強いよね。そうだね、うん、どうだろう、この岐阜とか尾張から京都って1日ぐらいで行けるの ?1 日2日ぐらいで行けるの？普通に3日行ってますね、なんか近いよね、うん、そうだね、2日で京都でなんか事件が起きた時に美濃から2日で信長行ったとかいう話が記録であるから。そうだよね、今新幹線で1時間だもんね、うん、馬飛ばせば。おお、そうか、そういうラッキーさもあるんだろうね。でもなかなかこう苦労されて、だってこう尾形直人の、うん、あれの信長で1年かけて信長やったけど、うん、なんか描ききれてないなっていう印象が。あ、そうですか。この合戦もあの合戦もなんか抜けてるとか、あ、うん、思ったり。結構情報が豊富に残ってるから、いろんなことを知ってるから、うん、逆にこれだけのページ数のこれだけの時間でドラマを抑えようやろうっていうのは難しいのかな。うーん、だって尾形直人のラブストーリーみたいなほとんどないじゃん。その濃姫が出てきてどうのこうのとか、あ、そんなのも淡々となんかこなしていくしかなかったような。そら限られた回でやろうと思えば、そんなプライベートのことなんか入れたらそれこそ30年かかるんじゃないの。ねえ、まあそれは漫画で描いてもらいましょうか。うん、ね、キリがないんでこの辺までに100回の間にモヤモヤっとした感じで、なんかざっくりした話になったのはい、まあらしいかな、まあ、次回もちょっと信長のことやり、次回はちょっと本能寺の辺にね、あ、信長であんの、連続です。あ、そうっすか、はい、信長特集です。さあ、お便りも、あ、お便り紹介します。ほう、はい、マイマイさんからいただきました。あ、マイマイさん。はい、宮野さん、この間、小田原に。あ、行ったよ、行ったの。あ、はい。マイマイさん、小田原の人だもん。あ、そうか。うん、あ、会いに行ったんじゃないの、違う。違う。マイマイさんが、あれやったっけ、あの、ウイロウの話を言ったはず。あ、そうか。ははは。新幹線見に行ってきたの。何の炎上した新ガソリン株。あれより、いや、あ、でもまああのちょっと前ぐらいです、あの1週間前ぐらいかな。本当、うん、よかったね、よかったね。はい、マイマイさんからいただきました、うん、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。久しぶりにメールします。毎日バタバタしておりまして、ゆっくり放送を聞く時間が取れず、溜まっていた配信をやっと順番に聞いているところです。さて、前方後円墳の回を聞きました。仁徳天皇陵の話が出てきて、私も行ってみたいと思っていたのですが、上から見られないのですね。写真の印象が強いので、あれが上から見られないなどと考えたことがなかったのでびっくりしました。横から見ただけならただの森ですよね。ちょっと残念です。
少し前に NHK で大英博物館の特集の再放送があったのですが、ちょうど仁徳天皇陵のことをやっていました。内容は幕末明治あたりに日本に来ていたイギリス人の古墳マニアの人がいて、各地の古墳の測量や内部を調べたりしていたそうなのですが、仁徳天皇陵も立ち入り禁止直前に調査を行った記録が残っていて、正確な測量図面と埴輪などの副葬品をイギリスに持ち帰り、今は大英博物館に保管されているというものでした、うん、日本の調査団と共同で研究されているということですが、何か新たな発見があるのでしょうかね、ということでいただきました。はいはいはい、古墳、これやっぱりさ、みんな仁徳天皇陵上から見れると思うね。いや、それはそうでしょう。あのさ、その塔を作るのが大変なんだったら、堺市のあれ、仁徳天皇陵の隣、公園でしょ、公園あるんだよね、はい、あそこでさ、有料でさ、気球をさ、うん、乗って上下移動でさ1000円ぐらいとか、うん、で10分1000円で上がって写メ撮ってとかさ、そんなイベントやりゃいいのにね。いや、天皇の墓を上から見下ろそうっていう発想が下世話なんですよ。でも見たいもん、その偉大な古墳。関空に行きなさいって。用事ないもん。作りゃいいじゃん、そこまで見たいんだ。まあ、竹子豚が開発されてるんですね。ドローンで見りゃいいじゃん、ドローン。ああ、そうだね、うん、そうだよね、うん、でドローンで古墳の中まで入ってきゃいいんだよね。そう、で埴輪がどんな転がってるかとかさ。、はあ、それないです。前々さん、ドローンで。はい、はい、続いてまた本名みたいなので、イニシャルっぽく SK、 SK さん、うん、はい、こんにちは、キリさん、水月さん、初めてお便りをします。いつも車中、車の中、入浴中、家事の最中に拝聴しております。お便り特集です。水月さんは大谷さんではないかというご意見があったのね。これセカチラ、あの世界史の番組、あ、大谷さんという向こうのパーソナリティの人なんですね、はい、同一人物じゃないかというお便りが以前あったの。ほう、でその意見、私も同意見なんです。で皆さん違うと言ってましたが、否定された今も考えは変わりません。はい、皆月さんのぎこちない取ってつけたような関西なまり、怪しい。斉藤匠さんとは言いませんが、きっと大谷さんです。以前富岡製糸場のお土産を渡され、蚕のチョコレートを見た時のびっくりした水月さんのお声が忘れられません。長々と書き連ねてしまいました。今後のご活躍を期待しております。で今のラジオのお便りって今もこうなの、肩苦しいわね、おばちゃん肩凝っちゃったわ、またお便りしていいかしら、次は、歴史の内容で、書きます、砕けた文では読んでもらえないかしら、ということですが、全然読んでます。読んでますね。やっぱり大谷疑惑、そんなことおまへんで。取ってつけたかな、だから字なんだけど、色、いろんな地方で、いろんな方によってやっぱ聞こえ方って違うし、そうそうそう、弁明すると余計疑わしく聞こえる方もいらっしゃるし、はい、肯定もできないし。その大谷っていう人と二人で話したら、ね、対談すれば疑惑が晴れるのかな。いや、一人二人芝居だって。他にもいるのかな、すごいな、って、うん、ね、面白いですね。またお便りください。待ってます。はい、ありがとうございます。はい、続いて、キヨさんからいただきました。うん、ツイッターの方でいただきました。551好きのケリーさん。声が素敵な水月さん、こんにちは。次の大河ドラマ、今、花もゆ、うん。で、次が、サガダワル。
その次は里見八犬伝が良いかと思います、うんうんうん、昔 NHK の人形劇を見ておりました、この際フィクションが入ってもいいと思います。玉津さんが音量は怖かったですと。ちょっとよくわかんない。人形劇があったのは知ってる。ああ、そういうセリフなんでしょうね。玉津さんはやっぱ夏着もあるのでね。そればっかりじゃん。ツッポッポンね。そればっかりじゃん。もう一つ、キヨさんから来てます。うん、鼻にかかったお声がチャーミングなケリーさん。渋くて素敵なお声の皆月さん、こんにちは。毎回こう枕言葉があったわけね、はい、以前中国朝鮮の歴史もやりましょうというお話があったと思います。そこで提案ですが、セカチラのマキちゃんと大谷さんをゲストにお迎えしてはいかがでしょうか。大谷さんと皆月さんの共演聞きたいですと。絡んできますね。一人芝居、うん、みなみさん、セカチラ聞いたことある？なチラとは入ってきましたけどね。セカチラだけに、うん、似てるかな。いや、僕も全然違うと思うし、ね、うん、そう思うけどな。前も言いましたが、本物も見てますので、うん、と思うんですが、まあまあ、またちょっといつかお会いしたらちょっとお話ししておこうと思います、はい、さあ最後、KT さんからいただきました、うん、ケリー様、水月様、いつも楽しく拝聴しております。第1回から聞いていますが、お便りを出すのは初めてです、小学生の頃から、あ、小学生のことか頃から、理系人間で歴史にはあまり興味を持てなかったのですが、お二人の緩い会話を聞くのが楽しく、内容も興味深い話題が多く、仕事をしながら聞いています。さて、歴史とは全く関係ないのですが、92回の放送でリニアモーターカーのスピードについてケリーさんの発言に思わず笑ってしまったのでメールする次第です。ケリーさん、単位を間違えています。音速は340メートルパー、秒速340メートルほどで、これは時速に直すと時速1224キロです。リニア新幹線のスピードが時速600キロを超えたといっても音速の半分くらい、つまりマッハ 0.5 ぐらいです。マッハ2ではないですよ、僕がこう言ったのね。340キロって思ったっけ？そう時速340キロと勘違いして、音速が、うん、だからリニア新幹線マッハ2だよねって、うん、ちゃんとこういう方ちゃんと知ってるんですね。いや、理系の人はね何にも気づかれませんでした。はい、言われて、そうじゃん、分速、秒速、時速、その変換できてなかったですね、うん、はい。私がこれまでの放送で一番印象深かったのは、光春の思い出です。ケリーさんのおじいさんの手記でしたが、歴史の教科書にはあまり書かれていないような終戦当時の雰囲気が感じられるような内容で面白かったです。おもれきで取り扱ってほしい内容は、この方は富山県生まれなので、大友やかもちの話や、源平の栗から峠の戦い、などです、うん、といただきました。まずね、富山県は国勢調査的にそんなにランキング高くなかったので、あ、そうなん、先にあの愛知県と岡山県の特集をやらないといけないので、うん、あ、これは違うの？これは岡山、これは違いますよ。これは、これも愛知県にちなんでるわけではないんです。違います。あ、そうなんだ。別格です。あ、そうですか。はい、はい、はいはい。それで怒られちゃうね。もっとなんか、ロカリーな、あ、そうなの、話題を考えないとです。はい。はい。これは信長シリーズで。はあ、はあ、はあ、ね、そうですか。まあ、北陸はね、僕、この間行ったのよ。あ、そう、うん、金沢に行ってきたの。へえ、うん、研修で。僕も実はこの前名古屋行ったんです。あ、そうなの。取材、池屋一個ですね取材で行ったんですか？本丸御殿、本丸御殿を見に行こうと思って。あ、えらい、うん、なんで誘ってくれないの？はい、
ね、はい、理系の方ね、こういうのもちゃんとしっかりやるご指摘いただきありがとうございました。ね、さあ、結局こう締まりもなくいつもな感じで100回が終わっていこうとしております。そうですね。はい、このマイペースなのがいいのよ。自分で言わない。うん、大事大事。はい、で、終わってきますよ。はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便り特集、戦争の体験談、大河ドラマの思い出や感想などあります。他にもいろいろお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。はい、お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。はい、さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。うん、じゃあ、今回100回本当に皆さんありがとうございます。いやー、皆さんのおかげでここまで来れましたね、はい、今後も本当にマイペースですがやっていきますので、はい、気長にお付き合いしていただければと思います。お願いします。はい、次回も信長特集、信長関連で100回記念ね、はい、はい、いきますよ。じゃあまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。私大谷です。はい、おもれき第100回。お大谷さん、100回を迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大谷さん、はい、うちの番組のリスナーには大谷さんが水無月さんじゃないかと、はいはい、いう疑惑が後を絶たないんですけれども、そろそろ本当のことを。あ、芸名かとか。はい、本当なのか嘘なのか、大谷さんの口から。私全く別人だと思いますけど。本当ですか。うん、こうやって喋るとなんか間の取り方がやっぱ水無月と似てるなと。だからなんじゃないですか。ね、なんか水無月はなんか関西弁を関西弁調に喋って、それ大谷さんが関西弁調に喋ってて怪しいと疑う人とかが。関西弁できないしな。大谷さんはコテコテの関東の人。うん、コテないけどね、関東は。ああ、そうなんですね。うん、やっぱり偽物ですよね。どっちがどっちだか分かんないけど、お互いに違います。別人です。ね、うん、ぜひですね、うちの方では、ね、のリスナーさんからは、うん、セカチラとね、合同企画をやってくれなど、はいはい、いろんなリクエストが来てて。なるほど。うちの方もでもね、ぜひ日本の歴史も話してくれとかね、はいはい、琉球も取り上げてくれとか言われるんですよ。その辺は、うん、じゃあうちの方で合同企画。僕たちは対面でこう収録をしてるんですよね。はい、でセカチラさんはスカイプですよね。うん、そうですね、セカチラはそうだけど、この間はね、同じたびたびプロジェクトの「たびカフェ」っていう番組で、はいはい、あ、出てましたね、うん、聞きました。あれ対面収録なんですよ。あれ名古屋で。名古屋で。あ、そうなんですか。呼んでほしかったな。ただの飲み会みたいなもんね。ちょっとこれをね、大谷さんの声を聞いていただいて、はいはい、あと普段のうちの番組の水無月の声を聞き比べていただいたら、はい、正体が分かるんじゃないかなと。うん、ぜひじっくり聞き比べてみてください。はい、また感想をお待ちしております。はい、じゃあ飲み会始まりますから、はい、この辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。